ってことでレックスくん、ガヤのレックスくんと一緒に、何リアルこれ、何リアル、脅威いっちゃう。え、さ、脅威ってどうなん、と気にならん、さすがにみんな。確かにさすがに気になるよね。脅威絵図いきます。どんちゃん開始開始、行くぜよ、やるぜ よ、 るぜよ、夜明けぜよ。ノイス、めっちゃ行くやんこいつ。敵を倒しました。うわ、足りんかった。味方が倒されました。なんかジンクス今ハッキングされてなかった。うーね、心壊れてたね。うん、やれんかったな。クレーンのタワーが攻撃されています。敵を倒しました。いや、これ味方横がラックスじゃなくて普通のタンクサポートで、ミッドもなんかゼドとかだったらフル AP エズリアルとか面白そうだったけどね。ああ、私 APS でもよかったな。 APS 強いんだよね、ニスキャーテターターの A とかも全部。リッチベインツなら普通に A も強いし。これでもよかったな。どっちがよかったかな。ただ AP 行ったらね、 AD ダメージがちょっと。ガントレスはほんのかかり、力の源は俺自身だ。移動中で対策を行ったら相手の中、またハッキングされてるってこいつ。またハッキングされてるって。ラックス見ると突撃せざるを得ない体になってるやん。あいつ調教済みってこと。調教済まれてんだあれ。俺にはプレート入んない。さすがにマナムネから行くか、とりあえず。え、どっちする？ AP と脅威。脅威行くか。今回は脅威じゃない？でも AP2 人いるよ、でも。まあ、確かに。AP 行っちゃう？リッチベイン。2手目リッチベイン。マナムネリッチベイン、リフトメーカーとか。で、デスキャップ行くか。俺前やった時何言ってたかな。 AP ラックスのコンボがもう引っ張られてれば。仮面か、仮面どうだろうね。何やてか今日インキューするたびほぼ毎回チーム解散されてペナルティー食らうんですけど、自分だけですかって。俺は知らない、まだやり始めたばっかだし。なんか味方戦ってる。ダブルキー、キリングスプリー、最強いない。味方が倒されました。ダブルキー、ランページ、シャットダウン。ここウハウハなんだけど、キルウハウハなんじゃが。でもさ、脅威ってやっぱ出んのかな、ダメージ S の Q 気になる。脅威にしようかな。2回やるか、一旦 AP やるか。この構成だとできるし。移動中です。リッチベインリフトメーカーは確定じゃない。多分画面はどうなんだろうな。バースト欲しいからな AP って。あ
寝てた。昔、いや違う、昔のエピーズリアルにはできなかった超怪盗エズリアルできるな、コズミックドライブで一隙当てたら移動速度上がってみたいな。何、スキルヘイズと魔力も高いからありかもしれない。コズミックドライブ、コズミックエズ、うん、コズミックエズを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 、あーコズでも、うん、実感できんのかな。なんかせっかくやるならさ、積んでんなーって思いたいよね。まあ確かに。コズミックってアイテムさ、いつ積んだらいいのか正直わかんないよな。コズミックも最初とかでいっちゃう？コズミックって。ああ、キューガ。キューガサンダムニだ。最初のタワーが破壊されます。アンティオン来そうだな、これ。キャッシュあるし逃げれる。アンティオンいる。なんかめっちゃ歩いてくる、めっちゃ歩いてくる。めっちゃ歩いてくるパンティオンや、これ。ウォーキングパンティオンいる。あれ、ジンクスとパンティオンが兄弟で、そういう調教されてます、これ。調教されてます。マナブーツはやめろ。インフィニティオーブとかもありじゃない。あ、オーブもありだな。確かにリッチオーブにしようかな。リッチオーブ、リッチオーブ、リフトメーカー、リフトメーカーもバースト出るか。集団戦強いよね、多分リフトメーカー、強いね、リフトメーカーって相手。計画、あー大丈夫、ちゃんとあるぜ、ちゃんと。ウォーキングジンクスとウォーキングパンテンを相手に。で、これ2あげる？さすがに3か。2あげるのやばいか、俺。すごい、すごい、すごい。ああ、さすがに死んだ。トップレーンのタワーが攻撃されている。完成する前にゲーム終わりと。いつでも、やばい、また始まる、また始まる。頼むから壊れないでくれ敵、もう少し遊ばせてくれ。マナムネいらんかった、むしろ。うん、マナムネいらないね。名前じゃね、俺。マナムネとか。うん。多分初手リッチベインかルーデンとかがいいかもね。うわ。ウッドダメージ出るね、でも。まだラックス狙われてる。かわいそう。敵やった。敵じゃない、味方やった。死んだ。マナムネタイテムはまあ別にあったら結構得するアイテムではあるけど。敵を倒しました。白米ちょっと強すぎなんじゃないの。強すぎなんじゃないの。まあ、これもう序盤に4キロ入ったからな。なんと思う。え、これ W 上げるか。ちょっと W のスケール力見るか。移動中です。魔力範囲率。うわ、魔力範囲率上がんの。W 上げるしかないじゃん、こんなの。そうだよ。APS リアルは2上げだよ。そうだよな。うん。恥ずかしいよ、俺。多分231やね、APS リアル。231はないやろ、さすがに。いや、あるでしょう。231やばいやん。敵を倒しました。まあ、リッチベイン積む順番にもよるかも。リッチベイン1スキ
AA 判定だから。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。チーズなんかいらないさ。これ打ち壊しに切るって。敵のタワーを破壊します。つらいのこれ。味方が倒されました。ガンタールで、じゃあマントレット、道を切り開け。ジンクス。おい、あ、待って、ミスった。やってなかった。シャットダウン。味方が倒されました。シャットダウン。敵のタワーを破壊しました。俺の勝ちだ。かけてもいい。ジンクスいつも狙われててかわいそう。狙われるような動きするからな、ジンクス。かわいそうな人やで。的になってるもんだって。ナリア、ゴミアクション、X、嘘だよね。いい、X 見つかったよ。河川敷に落ちてた。落ちてた、落ちてた。拾ってきました、X くんも。ニコ玉が河川敷で拾われました。全裸で、全裸で落ちてたから。そんなんじゃ風壊れてない。だ、兄弟もだってジンクスと。あ、そうか。うん。敵を倒しました。あー、2個は入りましたけど。移動中です。どうですかね。危険。危険。移動タワーを攻撃。クレーンのタワーが攻撃。タワーが破壊されました。敵のタワーを破壊しました。当たらん。おお、でもいいんじゃない。いいバーストではある。敵を倒します。いいバーストではあるが、もうちょっと HP 高くないと。どこで削れてるかわからん。フラッシュ読みやるといいね。はい。何のダメージ今の。どれの何。俺か、俺が出てたのかな今のは。バロン取れたんだ。味方が倒されました。待って、これまずい。まずい。力尽きました。大ハグキ。ハグキングダムや。ハグキング出てしまった。でもいいんだ。俺はビルド入れて、もっとダメージのダメージがどうなるか見たいんだ。カルマのびっくりダメージが出るためにはカルマのスキルの射程内じゃないとさ、1ベイン積んでない限り AA では出ないじゃん。だからさっきのやつは AA で確実に距離取った後のジンクスにダメージ出たから俺なんじゃないかっていう。はい、移動中です。早口になってしまいました。ダブルアルティメット打ちてえな。ダブルアルティメットでどんぐらい減るか。ビッグダメージないじゃん。おでもすげえ出るわ。アンストッパブル。すげえ。お、結構出るね。お、びっくりした今の。タワーを攻撃。敵のタワーを破壊しました。You are so glory. Glory? No, I'm fantasy. Yahoo! Fairy, fairy boy.Are you fairy? Ah, yeah, yeah, yeah. Oh, Tinkerbell? My God. Oh, Fumia. Okay. Tinkerbell? Tinkerbell, yeah, yeah, yeah. Tinkerbell or Fumia. Really?
あー、アルティメット当たる。うわドカーン。うわお前避けんなバカ。全然できない。敵のタワーを破壊します。ダブルアルティメットだ。ナイス。敵はうわでもフラッシュライト確定で当てれねえな。いいね、アロマデイズいいな。でかガレン、でかガレン。攻撃してんのかなと思ったら草折ってるだけや、こいつ。ウンピーや、ウンピーコングやん。あ大丈夫。もうウンピーコングって名前やった。本当にすごいな。当てたい当てたい当てたい。ダブルアルティメット行きたい行きたい。当てた。こいつを倒すのは簡単なんだよ。あ、当たる当たる当たる。うわー、そんなもん。なんかショック。ちょうどあれ湧いた今。もう湧いた。大したバース出てないね。まあ AP 自体そんなに高めてないからじゃない。デスキャップとか入れてないし。でももう3コアですよ。相手が減ってたらもっと出るか。飲もうか。まあ聖駆者溜まってる時にやるかとかも重要じゃない。それなら電撃やるか。あー電撃か。うん AP やるなら。確かに頭取られたんだけど意味わかんねえ。金髪どちくしょクソネギやん。何も出ないな。そんなもんな。俺前やった時もうイカチくらいバチクソオーバースト出たけどね。そう、それを期待してたんだけど。え、出るよ多分ね。な、何かがミスってる。オーブだからもっと減ってないとダメ。おおおおおお。今の ドサクサに紛れて今フラッシュを打てなかった。え、これ出た最後に。最後に出たダメージすごかったね。うわこれ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 。え、ちなみにさ、うん、今最後ウルト当てた瞬間びっくりしてペラチオって言ってなかった？言ってないって。え、言ってたよ。言ってないよ。いや言ってた言ってた言ってた言ってない言ってない。やめてくださいこんな動画なのに。はい、すいません。ということでね、 APM リアルはねバーストに夢があるというところでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。次は脅威でお会いしましょう。あ、視聴者の皆さんちょっと何回も聞いて確認してみてください。言ってません。コメントお待ちしております。お待ちしてます。書いてね。